トルコのイスラム銀行、アジア銀行の中央支店。アジア銀行はトルコで6番目の民間金融機関として1996年10月にアルトゥニザーで中央支店を設立し創業。2005年12月20日に会社名をアジア金融株式会社からアジア銀行に変更した。2015年2月3日、トルコ預金保険機構が株式の63%を差し押さえた。 2012年3月31日付の単体財務書表によるとアジア銀行の総資産額は1兆4070億リラ。実体経済への金融支援は現金、非現金決済合わせて2280億リラに達した。前年度の当座貸し状況は23%増の1407億リラ。当座、普通預金額は19%増で1318億。 リラとなった。純資産は2011年度より11%増の220億リラとなっている。http://www.ntv.comtr, コロンススララッッシシュュエコノミー、バンクアシャニンヨネチミトゥムスファイ、ゲシティパーセントニクジスフェブ TTNKGQ、ビシャーベブカ。ありがとうございます。